僕一つ大事なことを言うの忘れてたんですよ、はい、この間のその土建のダイジェスト、まあ言う、まあ見た感じまあ普通の紹介ですよ VTR としては、うん、ね、はい、みんなには分かんないんですけどすっごいいい仕事してるんです。あれ一つ映ってないもんなんですよ。映ってない、あ、映したらあかんってこと。いや、映したらあかんことはないんですけど、うん、これはもう皆さんの尊厳に関わりますからね。そ、尊厳、うん、何ですかね。こ、答えいいですか。うん、お願いします。僕はあの時皆さんの映っちゃうんですよ。そう、なんかプライバシーに関わるんやな。うん、それ多分それもみんなそれ映っちゃうと絵としてそっちに気になっちゃうよね。そう、うん、だそれを映さないっていうカメラマンとしての配慮なんやな。あの思いやり思いやり、そうだよね、ださっきみたいな。その削るにも一つ一つ理由があると。いや、 やっぱ元テレビマンのイケてる人は違うわ、マジで。だって一人で全部できちゃうっていうのがまずもうねすごいよね。本当にカメラから被写体までの距離がやっぱ10メートルとか超えてくると中の空気が映っちゃって迫力がなんかやっぱ薄らいできますよね。空気になっちゃう感じなんですよね、10メートル離れると。これ偉いもんで、うん、現場で生で聞いてる分には、うん、結構ふんふんふんって聞けない。そうなんよね、聞こえるんやけどね、うん、あの動画にするともうちょっとでも何言ってるか分からへん。ちょっとなんかこう話だるかったらもうあんま早送りとかなるんですよね。確かに、うん、ますます距離が遠のいていくからかな。そうそう、いや、まあそうなんでしょうね、うん、あと音も人の耳ってようできてて部屋の中で遠くの音すごく綺麗に聞こえるし周りの雑音全然聞こえないけど、もう録画にした途端にもうノイズばっかり、サーとかフワーとかそんな音ばっかり入ってて、全然声も、声がもじょ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 した感じの声になってしまうっていうね。すごい。そうなの。よし。よう知ってますね。いやいや、でもカメラはほんまにあの、マイクだけはオンマイクでここら辺つけとかないと、あの、ほんと辛いですよね、音は。マイクほんまそうなんですよ。うん、人間の耳の性能がいいんですって。そうですね、ノイズ落としてくれるしね。そう、人間の耳ってノイズは意識の中に入れないで、うん、あの好きな音に集中して聞くことができるんですよね。本当ね、かつ何言ってるか分かんないことでも脳で増幅して文章を作って、うん、中に入っていきますからね、うん、たまに全然違う話になってる時あるよ、ね、ありますけど短い、ね、あれはあの結局人間のセンサーというかその脳のあれが性能がいいんですよ ね、 ね、結局、うん、それをなんで録画して同じ人間が聞いてるのに分からへんようになるのかもちょっと不思議やね、うん、同じようにこのノイズキャンセラーが働いてくれるはずやのに、うん、でも録画してしまってそれを録音して聞いたらノイズはうわーって聞こえてくるしその声は全然わからへんしっていうね、うん、そこでもフィルター聞いてくれやって思うけど人間の耳のそういう機能はそこでは働かない、半減しますよね、うん、やっぱこれ同じスピーカーから一緒くたに出てくるからですかね。ああそうやね、ほんまにね、うん、現場やったら音源があちこちじゃないですか、うん、でもスピーカーってことはスピーカーが音源となって全部の音を出すんで余計にこうセンサーが働かないんでしょうね、うん、例えば月、うん、月って写真で撮ったらすごいちっちゃく写るじゃないですか、うんうん、本当に肉眼であの見てもほんまは小さいんですけど、うん、大きく感じるじゃないですか、うん、あれやっぱこうズーム機能っていうか脳の中でズームされてるんですよね、うん、ねえ、うん、すごい話よね、あれ不思議ですよね、ほんまに不思議、うん、ずっと不思議やわ地平線に来ると大きくなるっていうのもね理屈を教えられても不思議だし、月が、ね、上空に上がっていくほど小さくなっていくでしょ。ああそういうことね、
で地平線に降りてきたりとか上がってくとき、ま、要はその月の近くに対象物になる地上のものがあるときすごく大きく見える。でそれはそういうあの比較しちゃうからそういうふうに見えるんやって言うんやけど、最近それを上書きするあの経験がこの年になってからありまして、長崎でねあの、はい、有名な世界遺産になってますけれど軍艦島っていう島があるよね、はい、横から見ると軍艦のように見えるけど実際には 人工島であっ ってその人工島がものすごく大きく見える場所が実はその対岸にあるんですよ。でそれは対岸の海沿いじゃなくって対岸の山の中なんです。島がある、海がある、でこっち側の山がある。普通なら近ければ近いほど大きくなるはずやねんけど、そうじゃなくてその手前に海岸沿いにこっち側に立ってる建物とかがギリギリ被るように見るとものすごくあの島が大きく見えるんです。不思議で、ああやっぱりこういうことなんやなって、確かに言われた通りやなと、カメラで撮ってもやっぱり小さいまあまあちょっと大きく見えるんですけど、なんとなく大きくは見えるんですけど、でも目で見たほどには大きく見えない。そんなに対象物があると目の錯覚が起きると。うん、あれも不思議やわ。面白い。ねえ、そんなんやったらなんかあれよね、あの ステーキなんかもね、小さなステーキの横のところにちょっと対象物置いといたら、なんか大きく見えたりするんやろうか。おー。なってみる。ないなことは。